のの総本山の寺院三号は深草山。本尊は阿弥陀如来。威嚼の経典は浄土三奉行である。震災国三十三箇所第十五番札所。天智天皇六年、天智天皇の直願により奈良に創建された。三論宗の寺院となるが、いつしか改修し、法奨宗の幸福寺の所有となった。平安時代には、 清少納言や泉式部が経営し、女人王城の寺と言われた。その後、清願寺は、宝生州の倉春宗図が、法年商人に譲ったことにより、浄土州の所属となり、京の一条川に移転する。そこに、法年商人の弟子である、西山商人将空が入り、自らが唱える西山義の教えを広め始め、浄土州西山派が成立していった。後に、 弟子の立信が昭空から受け継いだ、西岸寺の他に、深草の地に、新修院を建立し、昭空の教えの上にさらに自らの考えをも、取り入れて、深草流の教えを確立し、広めた。天正元年の火災で荒廃していたが、天正19年2月には、豊臣秀吉の命を受けて、現在の新京国へ移転し、秀吉の側室であった。 京国龍子とその成果の京国史から広い敷地が与えられた。京国龍子は、同等の最高にも尽力し、目次起用後の肝心もあって、慶長2年3月11日に、落慶法要が行われ、高野州50人が参列したという。安永年間には、達中18家事のほか、三重島まで存在し、境内には、芝居小屋、見せ物小屋が立ち並んでいたが、 天命、降下、源氏年間に三度大火にかかり、さらに明治維新とそれに続く廃物希釈、1872年から始まった、新京国通りの整備で寺地を、公衆され境内は境外となった。また、現在の本尊である阿弥陀如来座像は、もともとは岩清水、八幡宮にあり、八幡神の本事物として安置されていたものである。 神仏分離によって1869年に当時に移されて本尊となった。1876年には西岸寺は浄土宗西山派の北本山となる。だが、1919年に浄土宗西山派は、それぞれの考えの違いから浄土宗西山光明寺派、浄土宗西山善林寺派、浄土宗西山深草派の三つに分裂してしまい、現在に至っている。 京都御所に近いことから朝廷との交流も多く見られた。脳の曲面に西願寺があるが当時のことを指している。説教から発達した講談、落語、漫才などの芸人の成就を祈願する寺として、大塚のある寺として芸能関係にはよく知られている。また、落語発祥の寺とも言われている。今でも関西地方の芸人たちがこの寺で練習会を営んでいる。 京国隆子と豊臣秀頼の子、国松の墓が、達中、竹林院にあったが、1904年に東山区の報告病に移されている。ありがとうございます。